どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。ゆうこるです。今日はグラタンさんから、なでこ編成の裏マロ編成を紹介してもらったんで、裏マロで使っていこうと思います。はい。なでこなでこ、なんと1体でいいんです。はい。3体、4体いりません。1体でいいんです。まあ、その分、アルバート使うんで少し難しい編成になっていますが、かなり裏マロをね、安定して勝てるので、紹介していこうと思います。はい。紹介していこうと思いますっていうか、僕は立ち回り紹介とかはね、一切せずに、普通にこの編成を楽しく使っていこうって感じですね。組みたい人はぜひこちらの編成、もしくは僕が概要欄にツイッター貼っておきますので、そちらをご覧くださいって感じです。今回はね、こちら、なでこの裏マロ編成使っていこうと思います。行きましょう。こんな感じの編成ですね。はい、なでこに遅延6振ってレイラン装備継承。アルバートにリムレル装備継承で遅延です。チャコル、スキブプラスで遅延振って、こちら、ユシロですね。つけてあげてます。ユシロ玉武器ですね。はい。そしてこちら、佐野の御事ですね。毒目覚め体制に遅延2つ振ってあげてます。はい、こちら、鳥天狗、空間装備ですね。つけてあげてます。そしてこちら、ジュロク&マドロンですね。今回のために作りました。遅延振って、こちら、アマコゼミで HP 持ってます。そしてなでこ、こちらキコットン装備継承って感じになってます。めちゃめちゃ耐久力硬い変数なんで、かなり安定して立ち回れると思います。今日は裏マロで実際に使っていこうと思います。行きましょう。はい、じゃあやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層からですね。はい、とりあえずいい感じに変身していきます。はい、みんな変身してあげて、サノも打ちます。はい、こんな感じで1ターンヘイストでなでこ変身します。でもなかなか盤面悪くない限り、多分キドロップ次来るんで、はい、こんな感じで木の列と木の2コンボ組んであげて、まず1階層削っていきます。ここもこのままぶっ倒していく。続きまして2階層ですね。アルバート打つんで初手指延長できます。さらにキドロップも作れるので、火力面でもかなり安心かな。まあ無効管組んであげるのが一番いいと思うけど、ただこいつら火と光ってことは消されちゃいそうなんで、色消えんな。13ありますね。 OK、 じゃあこんな感じで無効管組んであげて、キー組んで火力出していきます。まあこれなら削り切れると思うんで、はい、まず一発目削っていく。いや落ち込んやばすぎ。いやちょっとあれ今6体かん、ん6カンストやばない。 6カンスト気狂っとんの。これはペナルティだよね。でまあ結構具だったんでカットしました。まあ普通に最後無効管で倒していきました。で3階層はなんかアルバート打ってあげていいかな。アルバートします。でとりあえずこんな感じで削っていきましょう。超クレーム降ってきちゃうからちょっとめんどくさいけどね。まあ仕方ないですね。 OK、 こんな感じでまず削り、なんだこれ黙るんだこれ。 OK、 だけどなんだこれ強すぎん、マジでこれやばない。ちょっとバケモンよな、本当にバケモンよなこの人たち。でこれでバインドから使うんですけど、バインド回復積んでるんでって感じですね。回復ドロップがないので一回盤面整理していきます。1は来るでしょ。え、怪しいなマジでな。でジロンド打ってあげてバインド回復していきます。火を温存しながらバインド回復してあげて、これで削り、チャコル溜まってるんでチャコル打ってあげて、本当は超くらいに外したいんやけどな、外したいんで、まずこんな感じで組んであげて超根性まで削り、その後までこうやって突破していきます。で安心安全の超根性からのなでこ打って削っていきます。これないよ優勝さすがに。でこんな感じでぶっ倒していく。まあ5ゲシ入れんかったら他のやつらで耐久もできますけど、まあ別にそんな耐久する人もないんで突破しちゃいます。はい、で続きまして5階層、ここはサノを打てるんでどうにでもなります。どうにでもなりはしたいんだけど、どうにかなります。アルバート、アルバートなでこ普通に相性いいっすからね。なでこってサノを打ちます。
2ターンなんで根性で頑張っていきましょう。危ねー、今アルバートなんでリーダースキル変わってるから注意と自分に聞かせてしっかりとコンボ組んでいきます。あ、でもアルバートも攻撃しか別にまだ大丈夫。はい、これで突破していく。で、続きまして6回、そう火の玉が来たらジロンド打ちます。はい、来ましたね。こいつ来たらジロンド打ちでお願いします。このためのジュロンド、ここのためだけに育成したっていう。はい、ジュロンド打ってあげて、アルバート打ってあげて、突破していきましょう。突破っていうかまず削っていきましょう。 OK、 まずこれで無効管と木の2セット組んで11コンボで削り、でこれでなでこ溜まってるんでなでこ打ちます。で木の 6,3 で削っていきます。13コンボ、14コンボ、15コンボ、16コンボ、落ち込んがすごいんだけどぶっ倒していきましょう。これ OK。 7階層ですね、チャコル溜まるかどうかだけ注意してください。7階層チャコル打ちます。まあ溜まってなくても耐久は少しはできそうですけど、まあ、注意って感じ。はい、ここで覚醒も食らっちゃうよね、めんどくさい。闇と水はうぜえな、一番やだわ。ただまあチェーン張れるから安心。とりあえず盤面整理していきましょう。2ターン突破したいんで、これなどこう打ってあげて削ります。こんな感じかな。 5,3 組んであげれば十分削れると思うんで、11コンボ、13コンボ、14コンボ、まずこれで1回削り、いい形に。こんな感じかな。5,3,3 組んであげて、6,7,8,9,10,11,12,13、これでぶっ倒していきます。 15OK、 突破していく。さあ続きまして8階層、この子はまず6解除しなきゃダメなんですけど、6解除が光か、光も木もないですね。なんで一回ちょっと、まあ、盤面消しでいいでしょう。ご了承6解除していきます。一回こんな感じでご了承6解除してあげて、縦張って耐久で様子見て突破していきます。来たんで、はい、4,3 組んであげて、追い打ち含みながらエンハンス含みながら15コンボ。水ならさすがに抜けるでしょ。OK、 削り取っていきます。これで突破。危ねえ、マジで下っちゃった。はい、で9階層ですね。孫権か、そう他編成ならだるいけど、まあ、まだこの編成なら全然楽なはず。で1ターン目は無効管組まずにコンボ OK、 なぜか打ってあげて、ただなんか無効管組まずにコンボって言ってもって感じはするけど、ね、多分こんだけ組んだとちょっと話変わってきそうやけど、組みすぎたなこれもしかしてね。あーちょっと やっちゃいましたね。これね、もうダメだ、もう全カウント確定ですね。おかしいおかしいおかしいマジで、いろいろとおかしいね、ほんまに。アルバート打っちゃっていいかな。いや、アルバート打ちたくねえな。でもここジュロン打っちゃうとめんどくさいから、ここはじゃあ回復っすね。ご了承で、ご了承回復していきましょう。キーセンスマス、いやでもこれちょっと発狂怖いな。だったらアルバート打っちゃった方がいい。ここは突き切っていこう、ちゃんと。で無効管と、回復3消していきます。時にはね、突きも大事だからね。切れないやつは命無駄遣いするだけなんで、こんな感じで木の3セット含みながら無効貫通含みながら、なおかつ回復も消してあげて18コンボ、これならさすがに倒せると思います。 OK、 ぶっ倒していく。はい、で続きまして10階層誰、いやーこんにちは当然ねジロンド打ちますからのチャコラも打ってあげて、これ行動パターン変わるとかないよね、さすがにね。
そんなずるいことしないよね男なら。ね、最低よ、はっきり言ってそんな応募してきたら。人として人なのかな。ギリギリ人のラインだと思うんだよね、僕には。俺はギリギリ、うん、山付け釣り避けなくすんだよ、ゼロすんだよ。オッケー、お前マナーいいな、意外と気に入った。ほんでいっか。はい、これで削っていきます。オッケー、突破していく。さあ次11階層。あ、そっか、奇跡の奇跡か、ここは。普通にあれだわ、あのマローの方のダンジョンデータ見てたわ、やべえ。でここは HP が15万あれば耐えれるんで、はい、なんだか打ってあげて、ね、何がペナルティなんだ本当に。めっちゃ気になってきた、もうこれだけで今原作見たいもん、もう本当に。何がペナルティかどうか知りたい、そこだけはちゃんと理解しておきたい、これからなでこを使う上で。なんでかというと毎回突っ込みたくなっちゃうから、わかんないもんね。オッケー、まずこれで半分まで削り、15万は耐えれます、ギリギリ。ほえー、でこんな感じで、ここはなでこ打っちゃっていいかな、なでこ打っちゃいます。本当は正直1ターン打ちたくないんだけど、これ仕方ないんで打っちゃって感じかな、わかりやすく言うと。これで5-3組んであげて、さすがにお前でも耐えれんやろ、多分ベルトでも耐えれないと思うんで。 OK、 削り切っていく。続きまして12階。そう、水は被害がお返します。あ、怖すぎる怖すぎる怖すぎるんやこいつマジで。3ターンぐらいにやべえことしてきた気がするんで、まず1ターン普通に耐久していきます。アルバートとナデコを打てるんで、まあどうにかなるかなって感じ。 OK、 ゼロンだ、あと1ターンですね。アルバート打っちゃって、無効感追い打ちかな、まあ、多分いけると思うよね。まあ行きましょう。倒せなかったらその時考えます。で盤面の数だけちゃんと数で15っすね。 OK、 行きます。15はこの配置だったよね確か。これで追い打ちと、あ、ドルカイトなんてちょっともったいないけど、無効感と追い打ちで13コンボいけるよね、さすがにね、これさすがにね、さすがにいけるよね。 OK、 倒していく。さあ続きましてボスじゃない、13階層。めちゃめちゃ間違えてた、お前ルーレット、お前一番嫌なやつ来たな。ルーレットは嫌ですね、嫌ですね、分かりやすく言うとめちゃめちゃ嫌なんですけど、まあただキャラとしてはちょっと当たりなんだよね。ルーレットパズルを俺が完璧にできるなら当たりなんで、まあ、そこはね舐めてもらっちゃ困りますよ実況者は。本当にくだらないルーレットなんて。やっぱルーレット大嫌い界世界代表としてやっぱりね、こいつに負けるってことは意地でも嫌なんで、それはもうダメじゃん。はい、で芝だら階層からですね。でここは普通に2パンでいいんで、普通に2パンで殴っていきましょうって言いたいとこなんですけど、めんどくさいんで削ります。ここね多分ね抜けるんですよ、普通に軽く計算したんですけど、これ絶対いけるんよね。はい、木の無効感を含みながら11コンボ12コンボ13コンボ14コンボちょっと落ち込んできたんで、落ち込んがなかったら抜けない説出てきてました。なんかこれ抜けないですね、必ずスーパーしてください。はい、でボス、でも抜けたっていう事実だけ見れば抜けたんで、何言ってるか分かんないですね、僕も今何言ってるか分かんないです。はい、でここはもうスタノー打っちゃいましょう、これ仕方ないんで。先生やめて、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 だよね、俺もする、それだったら。まず盤面整理するついでにしっかりと L 字組んでいきます。オフな、マジでこういうパズルミスマジでやめてほしくない、いや自分に対してね。はい、でこんな感じでまず L 字組んで6解除しながら縦張ってあげて、ガサンだ、なでこさ木の2コンボなくてもさ縦張れんのずるくね、7コンボで張れるんよね、
からマジ強いのこれが。でかすぎって感じで、ここはなでこ打っちゃいたいんだよな個人的に。もう普通にこれはペナルティじゃね。ワッパは厳しいから、まあ、一回様子見の削りでいくかね。さすがにこんなワンパンしようがないんで、こんな強敵を。はい、木の L 含みながらいい感じに全体で軽く殴っていきます。なんかいい感じに軽く入んねえかな、マジで。うわ、めっちゃ削るじゃんみたいな感じで。うわ、めっちゃ削るじゃん、いいね。ちょ、もう邪剣でしょ。 OK、 これいくわ。もういきなりですけど、まず使い道見せないにしよう。なでこ打って、草の打ちます。これで OK かな。いきます。これは多分いけるっしょ。あ、指短っ、指短っ、バグじゃん。これで真ん中でいいや。え、完璧じゃない？半減されてて、縦あって、草の打った。ってことは、小賢しくなるよね。そうだよね、小賢しいよね。OK、ここ即チャコール。即チャコール。超辛いのうぜえけど、即チャコール打ちます。耐えるよね、OK。でここは下手な削りが一番怖いんよ。なんでこう打ちます。なんかめんどくせえからとりあえずこんな感じでいいよ。大丈夫っしょ。さすがにさ、足までいかんでしょ。だっていいからなんだろう。まさか。完璧な削り。うん、でここでジュロンドがね、絶対、はい、ジュロンド打ちしますからのアルバートが一番強い。ここはアルバ打ってあげて無効感で削りましょう。いきます。指伸ばしてあげて、指安定してる中でしっかりと削っていく。 OK、 これなら絶対削り切れると思います。はい、さすがに無効感含んであげて、木の3セットからのアルバの2倍エンハンスで OK、 観測力でまずは1回目で、ここでちょうど1、3猶予くれるんで盤面整理していきましょう。でここのチャコルの1、3チェーンでかいっすね。はい、キュイーンって復活させてくれるんで、はい、なでこう打ってあげて、私の向こう側でいきます。ちょっと盤面的にね、どう組もうかな。 OK、 右手で組みます。行きましょう。迷っちゃったけどこっちで組んじゃいましょう。 OK、 こんな感じかな。ずれてる。はい、こんな感じ。無効貫通含みながら、木の3セット含みながら、14コンボ、15コンボ、16コンボ、ナイス落ち込む。でかい。OK、で、まず1削り。ちなみにね、どっちでも削れるんで、これ、無効貫組んだらゴリゴリいくけど、結局3体しか関数入らんから、そんな削れんって感じ。で、無効貫組まんかったら、他の奴らが頑張るって感じなんで、意外と火力は出ると思います。はい。で、ここも、こんな感じでいいかな。OK、 木の2セット含みながらしっかりと軽く出していく。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、もちろん真ん中投げていきます。18、これはどんなもん。いい削り。この削りさ、待って、いい削りじゃねえぞ。逆に困るぞこれ。ちょっとチキっちゃうな。ベラッティワルツは盤面持ってルーレットか。 OK、 今よかった。今指減少されたら終わってたわ、マジで。見てなかったもん、盤面。木の2セットで、ちょっとここ円離しで、回復入れながら、いい感じに削っていきたい。木の2セットならいい感じっしょ、多分。いい感じ、完璧じゃない？で、なでこからのアルバートやね。で、ここ、こいつ、あれしてくるんで、確定で。じゃけん。なでこからのアルバートで、木の数見て、組んでいこう。5、6、7、8、 OK、 いきまーす。んー、これロック解除したくないですね、逆に。無駄に軽く上がっちゃうんで。はい、こんな感じかな。これで木の5、3入れながら突破していけると思います。はい、
なでこさ強すぎん。あ、完璧。こんな感じでぶっ倒していきます。あのマジでなでこ単体でも超強いんで、まあぜひよかったらね使ってみてください。ということで今日は裏マロをねなでこパーティーでクリアする動画でした。今なんか裏で落としたかもしれないけど気にしないでください。マジでバケモンじみてるんで、これ貴族生の時代かなり近づいたと思います。ぜひよかったら使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。そして今回ね編成提供してくれたグラタンさんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイ。